ラジオです。ということで、今日もやっていくんですけど、今日ね、トントン、いうことで、マジアチャロイホグをやっていきたいと思いますですね。今流行ってるデッキで、なんですけど、まあね、珍しいですね。この今、この環境でもタルババじゃなくて、まあ、普通のウッドがね、このデッキに入ってます。って感じで、まあ、俺が、まず、なんだろう、タルババの方がいいんじゃないかって思って言ってたんですけど、みかんさんがね、ローリングウッドの方がいいよって言ってたんで、まあ、使ってみたらやっぱウッドじゃなきゃできないことっていうのがいろいろあって、やっぱなんだろう、ちょっとですけど、やっぱタルババだったらプリンセスとか、なんだろう、なんだろうな、あとなんだっけ名前が出てこない、フキアとかにやっぱ奥ちょっと届かない時とか、あとロイホグの防衛の際にその出してくるギャングとかね、スケアミとかをやっぱマルタだとね引き殺せるんで、まあ、結構ねいいかなって思いますね。であとは、ここが本当のテンプレは、ここはプリンセスなんで、まあお好みなんですけど、俺は完全にプリンセスよりもマジアチャの方が使い慣れてるんで、マジアチャですね。まあ、マジアチャでも全然強いですね。ということで今11勝2敗なんで、とりあえず運命の一戦やってからマルチ行こうかなと思ってます。よいしょ。はい、ということでですね、とりあえず初手は、まあ、アイゴレとか切ったり、まあ、ちょっと様子見っすね。やっぱり様子見。まあ、今のクラロはちょっと初手は様子見みたいなのがあるんで、これいっちゃっていいかな。ファイボーで行かれたとしても、ロイフグちょっと残るんで、で、これで、対空を手札に回して、ガンガン回していくって感じですね。まあ、これいいか。これザップあったら勝ちだったっすけどね。マルタも超、まあ、よく言えば欲しかったけど、まあ、しゃーなしですね。これマージャーでぶち抜けますね。ぶち抜き太郎丸ですね、これは。ういしょ、ういしょ、ういしょ。はい。はい。で、ギャング切ったんで、これ、ミニペの蓋でいきます。よいしょ。よいしょ。はいはいはい。はいはいはい。で、これ全部、あれですね。マージャーでぶち抜き太郎丸してから、アイゴレで盾作って、ギャングか。ギャングで盾作って、アイゴレで盾作って、こっちロイホグですね。よいしょ。で、これで1エリ溜まるんで、まあ、丸太転がしちゃってもいいかなと思うんですけどね。ただ、ちょっと遅かったかな。まあ、でも全然入ると思いますね。よいしょ。まあ、これはほぼ勝ち確定ですね。俺がここの時点でもうミスをしなければ勝ちが確定と。で、バルーンと穴掘りがいるんで、そこをね、注意していきたいですね。で、いるのは、今のところ確認できてるのは、矢の飴、穴掘り、バルーン、ラバー、ギャング、スケアミ、ガゴ。あと1枚かな多分。まあ、何かしらガゴ群れとかかなとは思うんですけどね。まあ、どうしようか。いや、ミスったな。これどうしよう。ちょっとどうしようかな。先ミニペ投げちゃいますね。これで1本降りたいですね、正直。1本降られたとしても、1本降りたい。で、これスケアミが出てくると思うんで、出てこない。はいはいはい。なるほど。ここ三角滝ですね。間違いなく。もう俺、これは読めました。さすがに。よいしょ。あ、ミスった。え、出てない。ただ単に出てない。なるほど。ミスったのではなく、ただ単に出てなかったですね。なんか変なの出しちゃったかなと思ったんですけど。これ、絶対延命したいですね。ミニペ。OK。Thank you, man. OK。OK、OK。全然 OK。これで、相手は今、防げるカード、ギャングだけね、持っているんで、これで、あ、やっぱそうだったか、って感じですね。うおい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 、追いすぎだろ。うわ、マジかよ。これやばいな。ちょ、待って、スライドできねえ。スライドできない。やばい。外してないよね。オッケー。よいしょ。前ゴレばっかでパフりつつも、よいしょ。まあ、コウモリでギリギリ逃げてジジですね。はいはいはい、はい。やばマジ、キチのデッキですね、相手は。よいしょ。で、12勝と。まあ、いい感じですね、普通に。最近よくね、本当にやることがなくなって、サバカでもやろうかなと思ってるんですけど、ラムだ。あと2枚。これ、俺の無課金で集めたラムがあと2枚ですね。よし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 。よいしょ。そう、サドンデス大会もね、まあまあ上まで行ったんですけどね、多分、まあ、そんなかなって感じですね。って感じで、マルチ行きたいと思います。よいしょ。
あんま多分その50位の人が俺が見た時49勝だったんで、で俺42勝なんですよ。まあよくて200位かなって感じかな、多分わかんないですけどね。サドンデス大会勝ちしたことがなかったんで、あのどのくらいのね見えてないところのそのなんか埋まり具合があんまり読めないんですけど、とりあえずこれギャングでいいかな、暇なんで。スケってことはまあ、クロスかな、多分ナイトだったら多分ですね、多分クロス、クロスだったらな、どうだろう、タルババじゃない分ちょっときつめではあるんですけど、これ丸太打っちゃっていいですね。よいしょ、あっかん、あっけん、これあっけんですね。よいしょ、スケ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 、いやーよろしくね。まあ5を切ったんでシャーなしで、まあ、これはファイスピーめっちゃ出しにくいと思うんで、いやーあかんでしょう、それはあかんですね。これしばかれましたね、だいぶしばかれた。どうした方がよかったのかな、ミニペイをたげらずに、多分あれだな、クロスここまでは大事故になることはなかったはずだから、多分クロスたまにたげらしてからミニペイでしばき倒してあげるのがよかったですね、多分。まあアーチャー切ったんで、いやどうだろう、いや渋いっすねクロスは。クロスと戦うとやっぱりね、あれの方がいいんじゃないかってなるんですけど、いやー厳しい、厳しい世の中です。これ読みよっと、いやよいしょ、いやー待て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 、違うわこれ、違う、これ違うわ、あー終わった、俺の夏ですわこれ。クロスマジきついな、バチクサおられるやんけ、おい。クロスはマジできつい、クロスは本当にきついから、これでハイスピをぶち抜きたろうまでするしかないですね。よいしょ、あんのかよそんなカード、手厚く手厚く処理していく。いやーおつらい世の中ですね、これは。でもまあワンチャンあるとしたらミニペで掴むしかないですね、正直。よいしょよいしょ、やだー辛い、こんな世の中やだやだわー、全くダメージ入らないもんな、本当に面白いぐらいダメージ入んないからな。あの1200ぐらい削ったのも全部マジアジだからな。ああこんな世の中やだ、おつらい、最悪だ、マジかよ、普通に勝てなかったやんけ。ちょっと待って、もう一戦、もう一戦おかわり、これは許せねえですね、シンプルに許せねえ。いやどうすっかな、とりあえずマジアチャンスね、これはマジ最悪、あのこのデッキ中最悪の初手なんで、まあ、これで初手切れるのマジ合わせぐらいですね、本当に。だからもうちょっと待ちたいですね、相手が切ってくるの待ちたいって、同じ方向にマジ合わせですね。でしかもなんもない、ネクストも丸太だから受けられない。まあ試合言ってもしゃあないんで、ミニペイで受けるしかないですね。あーなるほど、でもこれミニペイ何かしらできてくると思うんですよ。はいはいはい、なんでロイフグぶっ転がしていき、これはまあ多分タルババとかで守ってくると思うんで、そしたらギャング追加かな。いや違う、これダメだ、ギャング追加してもどうせタルババが来る。いやマジでマジで、でも多分これさすがに多分ベビダル足すエリはないと思うんですよね、きっと。俺的にライキジョーンズ的に多分ないと思うんですよ。まあ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 、9大点、9大点あげます。タルババ切って、トルネも切ったんで、これ、アイゴレ、アイゴレの、あれですね、いっちゃっていいですね、普通に。アイゴレからの、ロイフグ。まあ、ゴレと噛み合えば、まあいいかなって感じではありますね。よいしょ。で、まあ、あれが、タルババが間に合わないんで、こいつを投げてあげて、よいしょ。まあまあ、いい防衛してきますね。まあ、これで囲んでかな。
ミニペ、攻めミニペですね。これはタルババしかいないんで、受けが。はいはいはい。一発ありますよと。はいはいはい。いいですね。これで、どうすっかなぁ。まぁ、あ、ジャジャ、まぁ、あ、じゃんじゃん、あと取られてるんで、なるほど。これ防衛ですね。一回防衛。一回防衛に回って、まあまあまあ無視してくるよなと。よいしょ。嫌だ。これ守る。オッケー。ねちっこい防衛した。ねちっこい防衛をしていく。はいはいはい。オッケー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 、よし、オッケー、勝った。危ねえ。なんかゴレをその受けるときにあれがいいんですよね。そのちゃんとなんだろう、結構前の方にミニペを出しちゃうと、バーンって端前に座れてランバーとかで処理されちゃうんで、ちゃんとタワーとゴレの間、本当になんだろう、自分のタワーの2マス前とか1マス前ぐらいにミニペを出してあげると、まあ、ゴレ爆破とゴレ数発は食らうんですけど、あの、完全、今みたいになんだろう、致命傷にならないですね。ミニペが、あの、ゴレ爆破以外のダメージはあんまり、ゴレとポイズン以外のダメージはあんまり受けないんで、あれですね、そうそう、やった感じ、グラチャリ一周した感じ、そんなような感じがしましたね。ってことでね、まあ、とりあえずそんな感じですね。ちゃんとミニペをね、あの手前に手前に、まあどのユニットにも言えるんですけどね、メガゴとかもちゃんと手前に出してあげた方が、まあメガゴの敵いないんですけど、ちゃんとね手前に手前に出してあげて、あとはまあなんだろう、タルババ切ったばっかだから高回転にさっきみたいにねギャングを追加して相手ランバーを敵陣で溶かすとか、そういうこともね考えながら、枯渇要素出しながらねいければね、結構コンデッキは強いんで、まあ、コンデッキもね普通にあのグラチャリ12勝の調理ストップの方にいるんで、あのぜひね、あの気になる方は使ってみてくださいということで、今日はこの辺で終わります。おーやー、しまった。そうだ、ですね、ちゃんとあれでしょ、あれですね、まあ先日キヨキヨさんちに俺とみかんさんでお邪魔して、まあ本当に多分ね動画で10本ぐらい撮ったんじゃないかなってぐらい、まああの合計ですけど、まあみかんさんがキヨキヨさんとね4本ぐらい撮ってて、俺もキヨキヨさんとね4本ぐらい撮って、あとはあのブロスさんのね動画とかブロスさんの動画マジやばかったな。ミカさん起きてる？寝てるか？まあ、ブロスさんの動画ね、足映ってる。ミカさんの足が映ってる。まあ、ブロスさんの動画上がってるんですけど、上がると思うんですけどね。本当になんかもう問題発言ばっかの感じだったんで、まあ、そこら辺もね、見てもらえればなと思います。まあ、俺のチャンネルでもね、2本撮って、キョキョさんのチャンネルでも2本撮ったんで、ね、まあ、そちらもね、見てもらえればなと思います。ということで、今日はこの辺で終わります。ご視聴！もう一度。